売れない世の中だよってなってるのになんで売れてるんですか。いや多分90点美容室自分で言うなよって感じなんだけど中村さんを指名してくれる人って、うん、ほぼほぼやっぱりカラーをしたくて来てるから、うん、もう一色染めじゃないあの話を最初からこうお客様の方から振られてる場合が多いじゃないですか、うんうん、なのでなんかこちらからいやあなたはハイライトが必要だとかそういうことは全然なもう今はなくなりました、うんうん。ツヤケースのブランドも全然名前も、うんね、はい、もう真っさらの状態でスタートしてるんで、うん、あの本当に銀座美容室で調べてカットカラートリートメントが遅くまでできますよみたいな、特にうちは11時まで23時まで開けてたので8時半から来る新規とかも見た美容室だったので、やっぱそういう風になるってやっぱり中には染まればいいんですよみたいな人がすごい多かったです。普通の茶色を求める。あとはもう本当私の髪赤いんでオレンジになるんでオレンジを消してください、これ一択のもうお客様それしかいないんだなアジア人はっていう感じの人に泣いた時期も1年はありましたね、うん、普通の茶色しか求めてないのかみんなはみたいな感じでね、うん、なんかそれぞれこう前その前に所属してたサロン自体もどちらかというと、まあ、それはそれでデザインカラーとか多かったけど、全く新しいこう、ね、お店が立ち上がって、まあ、それこそそこにこう検索して、ね、来てくれる人ってあ一般的にってこうなんだってすごい思った。歯が良かったですね。なんか私はもうこれをやりたいのにっていうのができないっていうのと、まあ、いちいちお客様になんで赤くなるか知ってるんですかとかって怒り口調で言っちゃってめっちゃ喧嘩してたもん。そうなんですよ。もうでもあのすごい悩んだ時期あったんですけど、もう中村さんから一言アドバイスがあって、まあなんかそれで喧嘩してって正解だっていうふうに言ってもらって、うん、あのそれを伝えるっていうのがカラーリスト本来の仕事でもあるし、それはもう絶対あのやめちゃダメだっていうことで、まあ喧嘩も労力かかるじゃないですか。来ないお客さんもやっぱりまあそれはそれで、はい、どっかで普通に茶色くしてるようなお客様であって、うん、まあ、そこでもできる。どこでもできる。でもやっぱりその中であなたにはそのハイライト入れなければ絶対茶色のね、あの赤みのないようなもうあなたの欲しいものが手に入らないから、うん、一回やらせてみてて、そこからやっぱ成長していくお客様の姿っていうのは。そういう人はやっぱ残ってるよね、結局ね、うんうん、でもやっぱり結局は真似することってすごい大事じゃない、はい、うん、なんかサロンの中で、うん、結局まあその赤津がいて僕がいてあとまあ沢田とか他のカラリストとか、うん、なんていうの何人かいて、みんなそれぞれこう色が違うから、うん、見て真似してで、うん、なんか自分にそういうテイストのお客様が来た時に、うん、ちょっとやってみようみたいな、要はそういう引き出しみたいなのも多分あると思うけど、うちのアシスタント、これ中村さんのアイデアで、うちのアシスタントとうちのカラリスト全員で、はい、この写真を作るのはどういうプロセスで、うん、何の薬を使ったと思うでしょうかみたいなクイズ大会やってて、それすごい勉強になりましたね、うん、なんか普段こう見てて、まあね、一番近くに大先生がいるからすごい勉強してるのに、見てるつもりなのに、あ、この薬これでやったんすかみたいな、そういうのもあったりとか、みんなずっと見てたでしょ、なんで笑ってないみたいな、そういうところもあって私のやり方見てんのよ、つまんみたいな。でもそれも近道の一つですよね、あれは定期的にやりたいですね。いつも見てるはずなのに、うーんとか言っちゃってる感じで、そうそうそう見てんだろうみたいな。あれやっぱすごいだよね、環境ってやっぱりすごい、同じところで働けるってすごいね、あの誰と働くかってすごい大きい、大事なことだと思う。大きいですね。もうこれはね、僕がここをあの立ち上がった時の
3年半前に一番衝撃的だったのは、もう何回も言ってるけど、彼女がね、めちゃくちゃ褒めるんですよ、お客様を。もうよいしょみたいなのがすごくって、それを言われてるお客様が意外にこうまんざらでもないというか、めちゃくちゃ喜んでて、で僕が以前働いてたサロンっていうのは、褒めるなって言われて、自分の作った作品だから、私のこう育ったサロンはもう自分の作品を常に褒めて、お客様をまあ、ポジティブ愛っていうんですけど、ポジティブにこう見てあげて、すごい綺麗になったね、ここ来て変わったね、めっちゃ可愛いよ、最高だよっていう状態にして、エレベーターに乗せるまでが料金に含まれてますっていう教えで育ったんで、もう自分の作品自分がやったんだから、来た時よりも可愛くなったでしょ、ほら見てよ、あなた可愛いんだよって言って褒めてあげる、まあでもそれがトゥーマッチじゃない、感じでやるっていうのも、まあこれも訓練ですよね。そう、いざやりだしたら、もうなんか、かわいいですねみたいな。なんかずっともう長年こう来てたお客様とスンとしてたの。どうしちゃったんですか。だけどそこも中村さんはもう本当コピーするのが早くて、速攻コピーして、多分これ一番最初にコピーした内容ですよね。で、コピーして、アウトプットして、もう今もう本当一番うまいですよね。1年かかったんだよ。本当に。ニューカマーとか見てると、全然褒めないんですよね。褒めない。そう、で、やっぱり私たちの仕事って、カラーリングして、最後ブローは、ブローのプロのスタイリストに託すから、そこで可愛い可愛い言ってもらって、さらに私たちのカラーが綺麗になるっていう、効果もあるんですけど、可愛いって言えないんだなってなりますよね。技術的な仕事でもあるけど、やっぱり接客業的なものもかなり大きくて、やっぱ人間ですから、褒めたらお客様も嬉しくて、お客様は私と喋りに来てるから。そうなんですよね。もともと当たり前なんですけど、私に会いに来てるんで、やっぱりこう喋る時間はしっかり取らなきゃいけないし、やっぱり喋りに来てるお客様に対してアシスタントが塗って私が塗りませんっていうのは絶対に避けたい。お客様自体ももちろんカラーもさ、うまくてもてなしてくれて、でなんかこうお互いに喋りたいこと喋ってて、で褒めてもらって、すごいいい循環ができてるよね。なんか私とか多分待ち時間が嫌いなんですね、根本。何するにも多分せっかちで、人を待たせるのも好きじゃないし、次にお客様が詰まってたりとかすると、あーやばいな、あっち行かなきゃいけないなって考えながら待たせないようにやるっていうのもあるんですけど、中村さんのお客様とかやっぱりこう待ってでも中村さんにやってもらいたいみたいな人がいっぱいいて、やっぱり絶対、あ、もう待ちます待ちますっていうお客様がいっぱいいて、やっぱそこが私にはないところだなと思いますけどね。その接客は私はまだ身につけてないっていうか、だから多分他の人にほぼ8割ぐらいなんか任せちゃうと、クレームなんだよね。自分でやるって決めてやってたから、なんかそういうちょっとママの人しかいい意味で残ってないっていうか、それでいいのかなって思ってるね。私が得意としてる技術はこういうのです。インスタグラムから来るお客様とかも全員こういうの一択で来るんですけど、もともと私はもう本当に外国人が好きで、もともと自分も外国人になれたらいいのにって思うぐらい好きだったんですけど、それでやっぱり最初に入ったサロンがそのインターナショナルなお客様が来るサロンだったんですよね。でそこで あのやっぱり先輩のカラーを見て、あ、シャンプーしてる時のハイライトとか見て、あ、こんなに綺麗になるんだなと思って、まあ、それは本当に外国人に落とし込んでたやつなんですけど、まあ、それをこう日本人の子に落とし込んだらどういう風になるんだろうって言ったのがきっかけ、旦那さんが外国人とか、彼氏が外国人とか、長年外国に住んでましたみたいな人が
来るんですよ。だから結構みんなサバサバしててすっごいやりやすいんですけど、うん、でそういう人が来るからまた、あ、これ私の得意なやつですねって言ってまたすぐできる。でお客様もやっぱりこの人だったらできるんだろうなと思ってここに来てくれる。で私もそれ以上のものを返すっていうことのこうループで、うん、でやっぱりやればやるほど上手くなるから、うん、1日に何人もやってるうちにどんどん上手くなるし、やっぱ好きだから上手くなったって感じだし、うん、俺は企業貧乏だって言ってますね、うん、なんか突き抜けるものがないとこの業界では残れないってずっと言われ続けて、でやっぱ何かにこう特化したくなるんだけど結局なんか全部ができちゃって、別にどれも嫌いじゃないし、うん、どれも突き抜けた好きでもないしみたいな、うん、すいませんけどカラーは好きなんですよ、ね、カラーは好き、カラーは好き、カラーが好きっていうのがまず真ん中にあって、あ、そう、じゃあどのジャンルって言われると、うん、全体的にすごいふわっとしてて、結局もうね諦めて、もう企業貧乏の性格は直んない、企業貧乏ってまだ全体的に55点とか60点くらいだけど、もう僕が目指すべき道は、うん、あの突き抜けた人ってのは多分100を超えた110とか120を叩き出せる人だとしたら、うん、もう多分ね、ここの域にはいけないから、もうね、全体的に90点ぐらい取れるような人だと、うん、そういう美容師は売れないよってなってるのに、なんで売れてるんですか？そのこっちもできてこっちもできてこっちもできますよっていう人は、うん、逆に言うと今の世に合ってないじゃないですか。合ってない、分かりやすくて突き抜けてて、うん、その商品が分かりやすい人の方がね、はい、いいんだよね、はい、オードブルのベストとかそれは売れない世の中だよってなってるのになんで売れてるんですか。いや多分90点美容室自分で言うなよって感じなんだけどいやでも、うん、でもほらうちのね若い子とかに話してると、やっぱりじゃあ早いうちにね自分の好きなジャンルにつけてそれに特化して突き抜けろよって言ってるんだよやっぱり言ってるけど、お前どうなんって言われたら、うん、一通りできるけどみたいな。その基礎がちゃんとさえあればそれを応用してどうにでも形が変えられるよねっていうのは、その時代が変わっても絶対普遍的に変わらない。トライアンドエラー。そうそうそう。大体エラーだけど。